皆さんこんばんは。本日はミモザを作りたいと思います。このカクテルはオレンジジュースとシャンパンをシャンパングラスに注いで混ぜて作ります。黄色い小花を咲かせる植物のミモザからこの名が付けられており、味わいはオレンジジュースの甘みに上品なシャンパンの味わいのするとても飲みやすい一杯となります。それでは作っていきましょう。まずはオレンジジュースを1/2注ぎます。次にシャンパンを1/2注ぎます。そして軽くステアします。お待たせしました、ミモザです。